それではね、エアボーの来年1月ですね末頃に発売予定のこのゴースト 2.1 という2wayのスピーカーをね聞いていこうと思います。まあ、このスピーカーはこの木材のキャビネットを使っている、強度が高くて響きのいい木材のキャビネットを使っているということと、まあ、ユニットの締め付けトルク配線の細かい種類の選び、これ1種類じゃなくて複数の配線材なんか使ってますから、まあ、なぜ配線の銘柄を変えているのか、あるいはその配線の長さも非常にきめ細かく聞きながら調整しています。吸音材も2種類のものを使ってます。まあ、耳で聞きながら音のつながりを良くして、まあ、要は楽器のチューニングをね調律をするみたいに音を整えてるっていうスピーカーです。まあ、実際どういう音が出るかっていうのをねこれから聞いていこうと思います。call for census. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road, with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels, but the message was plain as day. You'd get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Spaces between us, you have come to show you gold. Near, far, wherever you are, I believe that's the heart does gold.はい、いかがでしたでしょう。ゴースト 2.1 鳴らしてみましたけどね、まあきめ細かいなっていう印象がありますね。いろんな音がいっぱい聞こえるのと、音が重なった時に裏側の音も聞こえるの、ザ・トラベラーですね、まあ、あれではザ・トラベラーでは後ろのベースの音がすごくきちんと聞こえるのが印象的でしたね。低音は今まで聞いたスピーカーの中でも一番こう質の高い音階とかリズムがきっちり分かる低音が出てたかなというふうに思います。で吸音材を減らした無垢材のキャビネットを使ってるということで、響きがちょっと大きすぎてボワンボワンならないかなっていうような懸念を持たれた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、ソーナス・ファベルがですね初期そういう感じの方向だったんですけど、これはもう少し現代的にですねスピーカーの個性があまり出ないような、割とこう自然で癖がない音に仕上げたというふうに思ってますね。では次はですね、値段がペア36万円ですね、約5割アップになりますね。同軸 2way ユニットを使ったタンノイのオートグラフミニ GR 聞いていこうと思います。